サックスビギナーの皆さんこんにちは坂田です今日の超初級セミナーのテーマはグロー,ルですグロールっていうのはグロートーンとかグローだけで呼ばれる時もありますけど私はグロールって呼んでます。 なんかどんなテクニックかというと音がなんかサックスの音がバリバリってした感じの割れたような音になるテクニックなんですけどまあよく演歌とかの感想演歌の感想とか結構ロックな音楽の中に入ってるサックスでグロール使ってるのを聞いたことある人もいるかもしれません。でも私は 別にジャズでもファンクでもいろんなジャンルで、あのー、使ってるし、まあ、どんな音楽でも合うと思います。で結構、あのー、インパクトを出したい時にここぞという時に使うとサックスうわサックスっぽいっていう感じの音色がしてかっこいいのでぜひビギナーの皆さんもチャレンジしてみてくださいでは早速どうやってグロールをやの,その割れた音を出してるかというと 簡単に言うと楽器を吹きながら喉で「う」って言ってるんですけどだしも初めすごいグロールやるの時間かかって吹きながら声出せなかったんですけど、まあ、ビギナーさんでもあのチャレンジしやすいようにすごいあの簡単なところから説明していきますので一緒に頑張りましょう。じゃあ初めに 楽器をまず持たないで声だけ練習してみます。で本当のバリバリっていう音するんですけど楽器でやったらねバリバリって言うんだけど喉で「あのうー」みたいな <laughs> 大きな音出しちゃったかも今「うー」っていう感じであのガラガラ言ってないんですねただ単に「うー」って言ってるだけなんです。それれを忘れないであのガーって ななんかあのなんていうの喉を締めつけてゃと喉痛くなっちゃうから気をつけてくださいじゃあ楽器持たないでね「う」って普通に言うんです「う」って言って途中から腹圧をギュッと上げてスピードを息のスピードをフって上げてそれと同時に口をサックスいつも吹いてる時の口に近づけていきますちょっとやってみますね うーお腹も「うー」でちょっと音がただの「う」から点々がついてる「う」の音に変わっていったと思うんですけどグロールしてる時この感覚にすごい似てます。あのく口をタイトにすることタイトっていうかアンブシャーに近い形にする。 のも復腹圧を上げるのもどっちも同時にやらないとどっちかだけだとこれうまくできなくて「うーう」普通の「う」から「う」これちょっと何回か練習してみてください。じゃあこれができるようになったら次ネックだけで,やりますでも「ネック」だけでできるようになったらすっごい楽器つけた時簡単だから。 ネックだけの練習これちょっとみんな頑張ってみてください <laughs> じゃあちょっとさっきの声だけの続きと思ってこのマウスピース加えてネックだけでこのまままず音出さんと出さないで <laughs> うーって言いますうーんこういう感じ楽器の音出さないでねグロぐるするときはこういう状態だから喉は。 うんでこれに楽器の音リードを振動させていきますその時にさっき声だけでやった「う」から「う」の点々の「う」にしたのを思い出して口をアブッシはねいつも通りにしていくと同時に腹圧で「ふー」って息を押し出す。 ちょょっっとやってみましょうか「なんかうー」って言ってるから言ってるといつもサックス吹いてる時よりちょっと多分のぞ抵抗があるんじゃないかなあの「うー」って言ってるからだから腹圧がないとうまくここが震えないんですねリードとどっちも震わせないとダメやからだからちょっと腹圧を「ふ」って入れますちょっとやってみますねうんー こ「う」感じ、うーってさっき言っといて口をアンブシャンに近づけていくと同時にお腹、ふーあんまりボーンってお腹がで頑張らなくていいんですけど少しでいいんだけどでこの「バリバリ」っていうのが初めはちょっとしかならないかもしれないけどなった ババリバリで聞こえたと思ったら頑張ってそれをキープ長く伸ばして、あのー、その感覚を体に入れられるように何回もこれやってみてくださいでもうほ今日のセミナーこれできたんだったらほぼ終わりってぐらいネックの、あのー、練習ちょっと時間かけてやってみてくださいであの本当さっきも言ったけど喉はただ単に「うー」って言ってるだけだから「うーん」って「うーって。 言わないように気をつけてくださいじゃあこれネックできたら次楽器です楽器つけたらもうネックできてたら楽器つけても簡単ですじゃあフレの1番見てほしいんですけどこれ本当のテンポとか考えなくていいので高い胴と真ん中の胴でグロールの 練習してみますで初めの、あのー、2小節と後ろの2小節に分かれてて初めの2小節は最初普通の、あのー、サックスいつも吹く音で吹いて途中から喉を頑張って「う」って言ってみます。であのー、結構「う」って言って言って,ても声あの聞こえ、あのー 聞いてる人は喉の声とか聞こえづらいと思うんですけど <laughs>、でも今日ここにマイクつけてるからもしかしたら聞こえるかもしれないです <laughs>。じゃあちょっとやってみましょう。高いドーからいきます。初めは普通のクリアートーンから始めて、うーって途中から言いますね。 次、後ろの小,小節の最初から「うー」っていうのをやりますね <music> こういう感じでもちょっと今短く切っちゃったけどできるだけこう長くキープしましょうじゃあ次下の段の低い低い真ん中のド。はじめクリアートーンからやります <music> 途中から「う」っていう,うのと同時にお腹でちょっとでもバーンってやっぱりあの腹圧入れたら、あのー、音質っていうかあの音の感じが急にバーンってな,なって、あのー、音が広がっちゃったりするからコントロールされたスピードの上げ方ねちょっとだけちょっとだけあの腹圧必要です。でう グロール、今初めに12小節目でやった「グロール」を途中からやろうとしたら私も最初めそうだったんだけど「息がと、いなんていうの」あの、うーって言おうとしたら息が止まっちゃうなんか途切れちゃうできるからかあこういう感じ最初こういう感じだったんですよ、私も。でもそううなっちゃう人の、 のポイントはやっぱり息を流し続けるということとなんかあのグロールとかやったことない人はなんかこの自分の中のこうやったらできるんじゃないかってからいイメージない人もいるかもしれんけどある人もいるかもしれなくてその,そのイメージを一回取り払ってうーって言うってことと腹圧をしっかりふッフて押し息がこうこで止まらへんように。 押し出し続けるっていうのを結構機械的にやるとできます、まあ、一番大事なのは息の流れが止まらないようにあのお腹の腹圧をしっかりっ押し出し続けるっていうことであとは喉もあんまり締め付けすぎずにうーっていうだけ。 簡単ですよ、結構。<laughs> できるようになったらねあのあ、できるようになったっていうか、まあ、回数やったらできるようになりますでも回数はあの1日に,のつにつき回数そんなにたくさん初めのうちにやったら喉が痛くなっちゃったりあの正しくできない時は力んじゃったりするので1日ちょっとずつや練習するぐらいに始めはねしましょう。<laughs> であの グロールする時って腹圧先から何回も打ってるけどフフってちょっとだけあのスピード上げるからその時に同時にこうリードがその息の圧力に耐えこうバタバタバタってなるから音程下がったりしやすいからこっちをキュッていつも通りにするように気をつけましょうでは次のページ。あこれは ちょっとまめ知識で私あのそんなだだ、まあ、大事ではないかもしれないんだけどグロールするときにあの例えば銅の音をグロール銅の音を吹くときこの音をグロールしたいと思ったときに喉の音程グロールする時のの喉の音程ってそんなにあの適当でいいと思うんですけど、まあ、でも私はちょっとだけ。 うーこんぐらいかなちょっと低めの方がやりやすいかもでその音程なんですけど例えばドでり「ド」でグロールした時に「うん」の音程で喉で「うー」って言うとなぜかグロールうまくできないんですよねなんかちょっとかかるけどなんか <laughs> すごいやりづらくてまあでも同じ音程 音程でグロールしようって頑張ってる人は、まあ、あの頑張っちゃう人いないと思うからこれは豆知識なんですけど、まあ、ちょっとと覚えててもいいと思い思ますじゃあ次の動画でもうちょっと音楽的にグロールする時はどんな練習したらいいか一緒にやってみましょう